貫け、それやあ、やあ、結界よ、おう、もらった、正気、まともに突っ込むとヤバそうだな。パーミットセル、ここは私の結界術で突破しましょう。手があるんすね、よろしく頼むっす。それ刃よ、それ結界よ、よっよっ、
強敵です。気をつけて。
結界よ。Thank you.
待ってろ、ヒイラギ。絶対にこいつをお前に届けてやるからな。ゴーライ
明しますよ。それそれまだいけそうです。さあさあさあ終わりです。やるわよ。さあそれそれ。お、宝箱だ。よよ交代するぜ。突き抜け。注意しましょう。マキシマムレイジ。やった。ここだ。突き抜け。やった。オラチャセイタ止めた。ここだ。やったオラチャ。やった止めた。決めるぜ。マキシマムレイジ。あとはお願いします。交代しますね。それやるわよね。まだいけそうです。変わります。砕けて。交代す。お宝みたいだよ。あ、宝箱ですね。よっしゃ、バッチリだぜ。あなたたち。ヒイラギ。アスカ先輩。アリアドネで追ってきた黒犬もいましたね。どうしてあなたまで。ヒイラギさんの代わりにお手伝いすることになりまして。ヒイラギ、今そこから出してやる。もうちょっとの辛抱です。
まずはその犬っころに引導を渡してやるとするか。まあ先輩はそこでゆっくり観戦してなよ。あなたたち、いけない、下がりなさい。レイブンのグリード、いいから逃げなさい。驚異の A ランク以上、あなたたちの叶う相手じゃない。私は自分で何とかするから。黙ってろ。いいから目を見開いてそこで見ていやがれ。俺たちがただお前に守られるだけの存在かどうかを。先輩方に教わった強さ、存分に振るわせていただきます。証明してやるさ、僕も変われたってことをね。お前らが取り戻させてくれた炎、とっくり見てもらおうか。森宮学園生徒会長として、柊木さん、あなたを保護します。Yeah!
まだ倒れないのか。なんて生命力。さすがは脅威度 A ランク時坂君。そうか、受け取れ柊木。行くエクセリオンハーツ断崖の剣クリミナルブランド。戻って来られた。ああ、そうみたいだな。柊木さんは？柊木！アスカ先輩！やれやれ、さすがというか。俺たちが手こずった相手を一撃で仕留めるとはな。ええ、さすがはネメシスの執行者ですね。先輩、大丈夫ですか？おい、まさか捕まって怪我でもしたんじゃ。どうして来たの？何度も言ったでしょ、あなたたちは素人だって。それなのにこんな七までわざわざ乗り込んできて、何かあったらどうするつもりだったの？でも美月さんも美月さんです。裏の世界に一般人を巻き込まない、ソディアックにおいても守られているルールのはずでしょ。なのにどうして時坂君たちをここまで案内しているんですか？それは、そいつはこっちのセリフだっての。お前どれだけ周りに心配かけたか分かってんのか？俺たちにだけじゃねえ、くぐら屋のまゆちゃんに、じいさん、カフェのマスター、ゆきのさんもお前のことを心配していた。なのにそんな協力者にすら相談もせずに一人で突っ走って、挙句の果てにあんな鳥かごに閉じ込められる羽目に陥りやがった。そんなのがプロの仕事なのか？まあ確かに素人っぽいかもね。俺が言うのもなんだが、少しばかり無謀だったようだな。私がいなくなっても代わりはいくらでもいるわ。この程度の危機すら乗り越えられないのだとすれば、私に執行者たる資格はない。ネメシスの人間としていつでも果てる覚悟はできている。柊木さん、すでにサイフォンを通じて状況は本部に伝わっている。私が命を落としたら、より上位の執行者が派遣されるでしょう。グリム・グリードの脅威すらたやすく退けられるような実力者が、その方があなたたちにとっても。いいわけねえだろ。俺もここにいる空や勇気、潮先輩も、わけのわからねえ異界かなんぞに巻き込まれながら、それでも無事に日常に戻ってこられた。お前に導かれてみんなで力を合わせることで。だがもしお前を失ったら、俺たちはもう日常に戻れねえ。たとえどんなすごい後任ってのが代わりに来たとしてもな。どうして決まってんだろうが。お前がとっくに仲間として俺たちの日常の一部になっているからだろうが。その通りです。
ですよ。アスカ先輩やコウ先輩がいてくれたから。私まあ何は武士ってのは僕のスタイルじゃないけど、公認ってのが先輩ほど頼りになる保証もないしね。素直じゃねえな。だが確かに縁ってのは一方的に切れるもんじゃねえ。これまで柊木さんがこの地で結んできた絆、枷と捉えるか力と捉えるかはあくまであなた次第でしょう。私の負けね。あなたたちには今まで手伝ってもらった借りもある。それを踏み倒して消えようなんて不義理もいいところだったわね。その通りだ。そんでこっちはその何倍もお前に借りがある。そう簡単に貸し逃げできると思うんじゃねえぞ。青春ドラマなんだか。まあこういうのもたまには悪くねえだろう。そうですね。これって霧がまた濃くなりやがっただと。え、元凶は倒したんじゃないの？残念ですが、先ほどの魔鳥は真の元凶ではありません。恐るべき力を秘めたエルダーグリードではありましたが。え、どういうことだ？あの魔鳥も黒犬と同じく眷属でしかないということよ。そもそも商店街の異界で私を捕らえた相手は他にいる。不気味な笑い声を響かせ左右の影の手を操る存在、それこそが真の元凶、グリムグリードに違いないわ。そんなならその真の元凶は一体どこにいるんだ？今まで現れた眷属にヒントがあるのかもしれません。一見バラバラに見えますが、共通点のようなものがありますし。私も同じ考えです。影の手、黒犬、魔鳥、そういったものが登場するような伝説やおとぎ話めいた何か、それが元凶を呼び寄せる得意点となったのかもしれない。伝説やおとぎ話。ああもうわけわかんないって。なんだ、妙に引っかかるような。まさかな。時坂君？いや、さすがにそんなはずはねえだろうが。もしもし、こうちゃん？もしもし、しおりか？お前今どこにいる？学園だよ。もうとっくに放課後だけど。母ちゃんの方こそどこにいるの？いきなり早退するなんて。いや、それはなんてちゃんと分かってるから。柊木さんが休んでいることと何か関係があるんでしょ？だって母ちゃんずっと上の空だったし、トワ先生にそれとなく聞いたら何か事情があるみたいだったから。大丈夫？無茶とかしてない？たく、かなわねえな。ああ、大丈夫だ。こっちは心配すんな。それより、なあしおり、最近童話を読んでただろ？あれってどういうものなんだ？え？ザ・ウィッチ・オブ・ミスティ・キャッスルのこと？え？なんだって？英語の童話だから、よ
すと霧の城の魔女かな。ざっくり言うと黒犬とか大ガラスを操る影の手を持つ魔女が出てくるの。中世が舞台で不気味なんだけど、綺麗で幻想的な情景が浮かんで、教訓的な童話としても完成度が高くて面白かったんだよ。あ、でも図書館に返しに行ったら司書の人に「こんな本あったかしら?」なんて言われちゃって、なんだか不思議だよね。あれ?だ?しおり?おい、どうした?おい、今の声は。学園だ。ちょっと先輩。そういうことだったのね。私たちも急ぎましょう。もしもし、京香さん、すぐに学園方面の状況を。こいつは遅かったみたいね。城みたいな影が見えるが、まさかあれが学園?一体何が起きてるのさ。アスカさん、マヤちゃん、マスターも。アスカさん、よかった、よかったです。どうやら無事乗り越えられたようだね。はい、仲間たちの力も借りて。お疲れ様です、お嬢様。ヒラギさんも無事にお戻りになられたようですね。ご迷惑をおかけしました。それで状況は？つい先ほど大規模な異界化が発生しました。第一種警戒態勢を発令し、周辺の封鎖は完了しています。ただまだ下校していなかった一部の生徒や学園関係者が巻き込まれてしまったようで。そうらしいな。しおりも亮太も純もトワネーまでつながらねえ。くそ、千秋先輩や舞部長にもです。やはり起きてしまったのですね。グリム・グリードによる現実世界そのものへのエクリプスが。倉敷さんが図書館で借りた童話こそが特異点だった。過去に古い魔導書が異界化を引き起こした例もあるけれど。なんで学園の図書館にそんなものがあるのさ。何か裏がありそうだな。だが考えるのはとりあえず後回しだろう。ええ、巻き込まれた生徒たちを一刻も早く助けないと。柊木さん。ええ、私たちも改めて協力すべきでしょう。よろしくお願いします、美月さん。ならばバックアップは我々に任せたまえ。あ、ミクリア様。智明さん、見せてもらうよ、美月君。それにネメシスのお嬢さん、恩衆としがらみを超えた先の大いなる輝きというものをね。誰この人。美月先輩の知り合いみたいだけど。相変わらず面倒くせえしがらみがありそうだな。